What's up guys? My name is Leon. Welcome to my video. ということで今回の動画は、ファルコンアップデートが、ダウンタイムが終わったので何が変わったのかいろいろと見ていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。さて何が変わったんですか？ログインできるか？どうやら僕はなんかエピックからスキンをいただけてるらしいです。で、アイテムショップが今日、来い、頼む頼む。みんなちょっとファルコンのトレーラーだって、ファルコンのトレーラーでも見よう。はい、ファルコン。うわー、すごい、かっこいい。かっこよ。うわー、おー、すげー、めっちゃ操作してる。あー、撃った撃った撃った。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、撃ったぞ今。しかも持ってある。ちょっと待って、待って待って、これは絶対神アップデートだ。これは絶対神アップデート、神アップデート、絶対神アップデート。これやばいやばい、早くつけて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 、ログインさせろ、頼む頼む頼む、ログイン来い、ログイン。お前ならいける、俺の PC ならいける、絶対にいける、頼む。デクノスマッシュ帰ってきた、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 バトルワットゼロビルド、どっちも帰ってきたって。レッツゴー、やば、最高やん。ちょっと待って、エピック神かよ、エピックマジか、やば、神アップデじゃん。ログインさえできれば、ログインさえできれば神アップデなんですけど。ということで皆さん、今ログイントラブルが、発生してましてですね、フォートナイト僕のメインでログインできないので、年齢制限アカウント、僕のサブアカで今回はアップデ情報を見ていきたいと思います。なんでログインできないんですか、エピック？ OK！ とりあえず、なんかいろいろ追加されてるけど、ウィンター建物がなんか追加されてる気がするけど、今回。なんかいろいろ追加されてますね。リブート版あるよ、リブート版。クリエイティブにリブート版があるんだけど。うわ、すげえ、まさかのクリエイ、これサイズとか変えれんの？うわサイズ変えれるんですけど、やばくないこれ、これやばやばいな、これこれやばいね、ちょっと。うわ、すげえ、リブート版。あと何これ、ボールスポナーだって。ボールをスポーンできるみたいな感じだな、ボールが出せるらしい。あ、サッカーとかできんじゃんこれ。じゃあロケットリーグもできそうじゃないこれ。おもろで、重力とかも変えれるって書いてあるもんね、これ。めっちゃおもろいやん。なんかいろんなスポーツができそうだね、これ。フォートナイトボールで。あとは、あ！ファルコンとハンマーが追加されてる。ファルコンスカウト。これを使うと、あ！あ！すげえ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 ！やばこれ！で、体力100。で、あ、回線みたいなのがあるんだ。これ右が Wi-Fi でしょ、絶対に。近いと、回線が良くなって、遠いと回線が悪くなる。これが範囲だね、多分。で、アイテム、ダウンプレイヤー拾うができ、あ、なんかこんなので、これが範囲か。R2 が。適応スキャン。スピードブーストもあるんだ、これ。すげえ！スピードブーストあるよ。と、ピン。ピンがあって、アイテムを拾う？なんか、三角でアイテムが拾えるだし、らしい。で、丸が？なにこれ？丸はなんだ、今の。すげえ！ラジコンやん、これもう。楽しいんだけど、これやば、これ試合で使いたいねって感じかな。で、丸で戻るんだ。で、あとはクリエイティブにハンマーとか盾が追加されて、そんな感じか。 OK、 じゃあちょっと今から待ってて、このファルコン探しに行きますか。マジでニア、リアンの年齢制限アカウントでやってんのおもろすぎるんだけど、アップデート動画をこのアカウントが役に来る日が来るとは、まさかの。さて、じゃあ、いろいろとまた、デックのスマッシュとかも帰ってきてるらしいんで、見ていきますか。ファルコンが欲しいです、ファルコンが。で、一応マッチで変わってるのが、現実拡張が追加されたのと、あと、スマッシュが帰ってきてるらしいんだよね、デックの。それは熱いよな。あ、猿しかないんかな。デックのスマッシュ帰ってきてる！来たー！帰る！デックのスマッシュ！うわー！帰ってきてる！最高じゃねえかー！うれー！おーおかえりー、あー、帰ってきたか、最高だな。全然さようならじゃないじゃん。よかったー、やっと帰ってきたよ、長かったよ。ファルコンあった、ファルコン来た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 、ファルコン、ウェイ、ファルコンスカウト。おお、こういう感じで落ちてるんだね、すげえ、めっちゃかっこよくないこれ、かっこよすぎるすげえ。で、これでちょっと敵倒しに行くか、じゃあ。これが、噂の新アイテム。で、これ回してる間は、自分が無防備になっちゃうから、これで行くぞ、ファルコン。これで、で、
あ、いる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 。どうやって撃つんだこれ、どうやって撃つんだろうこれ。撃てないんかな。あ、スキャンした、スキャンした、スキャンした。やばい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 。これアイテム拾えるらしいんだよね。アイテム拾えるのこれ、三角で。あ、これでいい。おお、すげえ。いくぞバルコン。いけいけ、俺にショットガンを。やばやばい、これこれすげえ。おお、これで武器が拾える。おお、ドロップする。丸押すとこうなるんだ。で戻ってくるんだ。おもろ。え、じゃあさ、ここにデックのスマッシュ置いといて、で、だからアイテムをもっと欲しい時とかにも使えるってことでしょこれ。俺のスマッシュを持ってこい。じゃあこのバーストも欲しいの、このバーストも、バーストも欲しい。あ、ほら弾薬も拾える。これプラスこれでデックのスマッシュも、やばいやばいやばい。あ、違う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 、操作むずい。これファルコン頼むよ、ファルコン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 。これ操作むずいわ。あ、いけたいけた。まあ、とりあえずデックのスマッシュだけ。うわ、すげえ。すげえ、やばいやばいやばい、敵が来てる、敵が。スキャン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 して、オールマイトの個性をワンフォールを俺んとこに持ってくるのよファルコン。でもこれで攻撃は できなさそうだね。で、ちなみにオールマイトも来てたね。なるほど。え、肩スキャンしかできないんかな。敵にダメージは入らないんだこれ。ああ、攻撃されちゃう、壊されちゃう。やばいやばいやばい、戻れ戻れファルコン戻れ。この時点で丸押したらどうなの。あ、もうすぐに丸押しちゃえばいいんだ。そしたら戻ってくるんだこれ。なるほどね、戻んなくていいんだ。じゃあこう来て、こうして丸押したらそのまま戻ってくるわここに。はい、最後に拡張なんですけど、これなんかチャプター3シーズン4のチャレンジを全部終わらせた人にはこのロード画面がもらえるらしいです。チャレンジ勢は嬉しいねこれは。いいですね。で、拡張ですね。追加されてる拡張なんですけど、今回新しく追加されたと追加される予定の拡張ね、今ちょっとログインできてなくて、確認が最終とこまでできないんですけど、とりあえずデンジャーヒーローってやつは、シールドが破壊された時、なくなった時に、体力と移動速度が上がるらしいです。シールドが割られた時に。と、次に、PD プランジャーは、宝の地図がもらえるらしいです、これ。これを使うと。で、次に、ショットガンストライカーは、ショットガンでダメージを与えたらなんか回復もらえるみたいな。これちょっとまだ使ってみないとわかんないんですけど、なんかショットガン関連で回復ができるやつらしいですね。ゼロチャンスは、敵のダメージ、敵のシールドを割った時に、自分がゼロポイントの力が手に入るらしいです。あの、ゼロポイント魚あったじゃん。瞬間移動できるやつ。あの力が、手に入るらしい。敵のシールドを割った時に、なんか、終えるようにらしいね、これは。で、最後に、レアリティチェック。これは、白と緑武器で敵を倒した場合、50回復するらしいです。レアリティチェックってやつ。この5つの現実拡張が新しく追加される予定、されたとされる予定のやつも含まれてると思うので、皆さんぜひ使ってみてください。はい。っていう感じで、今ちょっとまだログインができてない状態なんですけど、メインアカウントの方は。とりあえず、サブアカの方で、今回は動画を撮ってみましたっていう感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。今回のメインは、拡張が増えたのと、デクのスマッシュが帰ってきたのと、バルコンが来たっていう、この3つが今回のアップデートで大きかったので、ぜひ皆さんも試してみてくださいっていう感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少し見なと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。